ポケモンリーグチャンピオンアイリス、あなたに勝ちます。これ10枚詰めたら多分負ける。1回でいいよ、耐え、1回でも耐えればいいよ、ボッキー。なあ、上取ってる、よし。てかサザンの改造でしょこれ、61レベルって。まあでももう一回四天王やるからレベルが上がって、まあ倒しやすくはなるか。まあいいよ、じゃあ、四天王、もう一回、倒します。戻ってきました。めちゃくちゃめんどくさかった。レベルもちょっと上がりました。ということで、行きましょう。バスラを大事にな。二度目の正直。頼むよ。ここで飛び膝外したら、俺さすがにリセットするよ、これ。お願いしますよ。サザンドラ改造でしょ、これ61レベって。おいおいおいお、まあ、64で進化するの知ってんぞ、俺。問題のクリムガンよ、これ。こいつが問題なのよ。フェライニが気合玉でしばかれたんだよな。ちょっとバレル君で毒入れるわ。力づく玉、これってさ、結局バグじゃなくて仕様なんだよね。こいつが力づくで玉を持ってるということが仕様であるという事実だよな。あー、負けたな、これ多分。一回耐えてくんねえか。厳しい。欲しい。お、なん、結果オーライ。結果オーライだが、この一回の毒ダメじゃ冷凍ビームで落ちないのを知っていますので、このクリムガンが炎のパンチ、雷パンチ、気合玉激輪で、バオッキーには弱点つけないな。バオッキーで。バオッキーには弱点つけないんで。なんなら一回奮い立てるか。やべ、俺文字の PP 回復してね。大丈夫か。激輪。追加効果がなくなるだけだから、激輪のこの2回打った後混乱する、あ、強い。2回打った後混乱するみたいな仕様は残るよね。毒ダメ入った、あ、今命の玉のダメージが入ったのが何よりの証拠だな。さすがにこの体力は冷凍ビーム圏内。いや、まさかクリムガンがこんなに強いとはな。ちなみに再戦時はこのクリムガンがボーマンダになります。チャレンジモードじゃなければクリムガンのまんまなんだけど、再戦の時も。ラプラスもさっきみたいに、もうこじるりの飛び膝頼りだな。電気技打てるやつもいないからな。一応バフロンがワイルドボルトを打てはするか。さあちょっとごめん、主人公のバオキーね、そこ倒されたんで、感動の演出できないんですけど、飛び膝当ててくれ。よし。私これコジョンといなかったら、絶対勝てなかったな。オスゴドラも変わらず。飛び膝。当ててよ。よし。ほんで次、おのののクスが来ちゃうんで、どうしよう、龍舞からしてくるやん。一応、偉大刀が粉持ってるから、いや、偉大刀で霊美打って、龍舞されるやん。で、次回復するだろうから、そこに霊美をぶち込んで、もう一回回復させずに、次悪事で落とせばいいや。よし。まず霊美。上取ってる。一回目は上取って、霊美をしっかり、これでタスキだろ？タスキするまでもないということか。ちょっと待ってくれ。これ悪事で落ちん。やべ。やばい。やばい。やばい。嘘だろ？これ回復剣ないか？凍ってくんねえかな？ああ、うーん、やば。待って、また、またこれ、アーケオスがどうなるんだ、これ。答えない。無理か。粉、モーリーファンタジーは上取ってない？ 160。 いや、こじるりが取ってなかったもんな。また負けた、これ。増えない。誰が一番耐久高い？ 149。バフロに一回耐えてもらうしかないな、これ。一回でいい。バフロ、フェライニ。一回でいいぞ、耐えるの。頼む。頼む。耐えてくれ。頼む。もうやり直したくない。
痛い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 痛ジュエルアクロバットがあるんで、これ、こじる上取られてんのかな？一応、さっさと弱気にしたいよね。さっさと弱気圏内に入ってくれたら、なんかジュエルも使い切ってほしい。心研ぎ澄まし、ポケモンと一つに。いけ。上取ってる。よく当てた。どうだ？ワンパンできないか、これ。よーし。こじるり最強。ふわ、力を出し切ったのに負けちゃったんだ私たち。ちょっとこれ全員活躍したんじゃない？バレルくん、あ、バレルくんちょっと怪しいけど、勝てなくて悔しいよ。でもね、でも聞いて、それ以上に嬉しいのだって、そうでしょ、真剣勝負をすることであなたとあなたのポケモン、そして私たち、これまで以上に分かり合えたよ。うん、じゃあ行きましょう。おい、これポケットモンスターバオッキーじゃなくて、ポケットモンスターコジョンドになっちゃうんだけど。なんならコジョンド人気300位ぐらいだからな。ないだっけ、まあ、画面の右上出てると思うんですけど。動画的にどうなんだこれ。なあ、BW の時は感動のバオッキーでなんかね、振り返る VTR まで作ってやりましたけど、ただのコジョンドゲーになってしまった最終的に。まあでも今回正直、バオッキー一応パート1のサムネにはしたが、別に全体通して主人公って感じではなかったよな。いや、要所要所で活躍したりはもちろんあったし、なんなら最高レベルで引っ張ってくれたからね。なんかただ目立ってはなかったよね。まあ、いや、こじるり最高、サダンドラワンパン、そして即戦力のフェライニー、偉大党はもう序盤からじゃないか、吹き寄せあたりから本当に貴重なミスタイプとして役に立ってくれた。バレル君も要所要所で、チャンピオンロードでもあんま目立ってないけどちゃんと活躍してたからね。モーリーファンタジーもコロモリの時は長い付き合い、そしてバオッキー、まあ、なんだかんだいいパーティーだったんじゃないかねえ。29時間遊びました。なんこれ、あ、こんなあったわ。おい、ちょっと殿堂入りの余韻に浸らしてほしいよな。あ、強制レポートなんだこれ。あれな、健三さんが検証してたけど、これ最初からデータ残った状態で最初から選択したら、ここでレポートをかけませんでしたってなってデータ消えるらしいんで、気をつけてください皆さん。こんなんあったな。みんなで集合して四天王に見送られるんだったかな、この階段で。このさ、出口の幅3マスにしたらちょうど真ん中入れたのにって思わん？昔から思ってたんですけど。左右にずれちゃうのがな、ちょっと気になる。あ、カトレア、かわいい。しきみちゃんも、いい洋服のセンスしてるよな。レンブはちょっとレジギガスみたいな服着てるんですけど。どうした急に走って。ポケットモンスター、ホワイト2。うんのさん、最高のゲームありがとう。斉藤さん、玉田さん。というわけで、まあ、またうんのさん、ポケットモンスター不人気ポケモンを救いたい BW2 チャレンジモード、ご覧いただきありがとうございました。お、こうやってちゃんとなんか故郷に帰っていく様が見られていいですね。いやー、ちょっとね、前回ね、3年前にね、あの不人気ポケモンを救いたいみたいな動画を本当に YouTube 始めたての時に出して、ね、あの、たまにね、あの、その演出をさ、当時やった編集とかをさ、引き継ぐためにさ、見返したりしてたんですけど、もう恥ずかしいね、もう。よう出したわ、あんなの。特に最終回。ね、見てて恥ずかしかったんですけど。まあ、そんなね、それを恥ずかしく感じるということは、俺は、この、なんつうかな、YouTuber として、成長したという証拠なのかなと。思いますね。やっぱ何事もなんか振り返れば黒歴史だったりするじゃんね。こんな YouTube とかに限らず。ね、昔の Twitter とかもそうですけど。その過去を恥ずかしく感じるということは、当時普通だと思っていたことが、より自分が成熟しているから、当時のそれを稚拙に思うんじゃないかということなんでね。まあね、恥ずかしいながらも、
まあでもね、あの前回のシリーズも好きで見てくれた人はたくさんいらっしゃったんでね、残してはいるんですけど、そういう人たちがただね楽しめるものになってたんならいいけど、この不人気ポケモン BW2 も、まあね、当時は見てたけど今見てないなんて人もいるでしょうからね、あの逆にね今回だけ見たって人もいるでしょうからね、まあその辺は、まあ、両方見た人ももちろんいると思いますしね、どうだったのかちょっとわかんないですけどね、あの同じようなものを感じられたとかいう人がいたら、まあ同じようなものを感じられなくても、まあこのシリーズを楽しめてたらいいかね。えあのこの前は人間にもできる技しか打てないサファイアっていうなんかつなぎの企画がなぜかちょっとだけね再生してもらってね、その勢いでね BW2 出したらな、全然再生されなくてさ、正直このシリーズ。ただね、常にね6000再生はあるのよ。いや俺はだからこの6000人にまで見捨てられたら終わりだなと思って、じゃあもうこの6000人にとことん楽しんでもらえるために続けようと思ってね、途中からねサブちゃん一気にしようかとかも思ったんですけど、やっぱちょっとこの6000人の見てくれる方を大事にしたいなと思ったんで、もう俺は6000再生だろうがちょっとこれは完走したいなと思ったんで、最後まで完走することができました。6000人の皆さんありがとうございました。はい、もうあなた方がいなければ僕はこれ途中で失踪してました。はい、まあでもなんだかんだね、まあ結局 YouTube なんて自己満ですからね、自分がやりたいと思ったことをやればいいですから、そういう意味でねちょっと BW2 久しぶりにやりたいなと思ったのとね、やっぱ不人気ポケモンで当時のね、当時3年前と比べて俺のこの配信とか動画がどう変わったのかというものを見たいという気持ちもあったんで、まあそういう意味ではやってよかったかなと思います。はい、チャンネル通してこのチャンネルの成長という意味では成功ではなかったかもしれないけど、まあ、結局ね自己満ですから YouTube なんてね、だからその自己満をねもう一人でも見てくれるだけでありがたいですからね、やっぱりそこはねちょっとそういう感覚を大事にしないといけないなと思いました。さあいいところでエンディングも終わりましたか。 N もどこかで見守ってくれてましたと。これブラック2だったらこれレシラムじゃなくてゼクロムなんだろうな。あ、まだ続くわ。田尻さとしさん、岩田悟さん見てますか、岩田さん、そして石原さん、ありがとう。ゲームフリーク、足向けて寝られません。バグまとめ YouTuber 今すぐやめてください。最後までこんな話していいのかということで、不人気ポケモンを救いたい BW2 チャレンジモードありがとうございました。Get down.